まあ、先月北海道のニセコアネプリに登山をしてきました。この2、3週間前からウォーキングとストレッチとスクワットを始めたんですが、それを今も継続をしています。で、私のこの散歩をする場所はですね、東京都北区隅田川沿いの遊歩道に私のコースを向けて散歩しています。で、そこで約90分ですね、歩いて、それから河川敷の、これは土手なので、階段を登ったり、降りたりで、腕立て伏せをしてスクワットをしてストレッチをしてまた歩いて、その繰り返しをしてですね、健全な健康な体を作ろうと思っています。また来年北海道の山登るんですね。最近あまり山登っていませんが、ニセコアネプリは2時間半くらいで登れるんですが、6時間かかる羊蹄山に一度登って結構体力のなさを痛感したので、今の目標は来年羊蹄山に軽く登るといいますか、そんなに苦労せずに登るための体力づくりという目標を据えると、日々こういうウォーキングにも力が入ると、継続ができるので、それをちょっと繰り返していこうかなというふうに思っています。こういった記録を取りながらやることによって、これも励みになるだろうなというふうに思いながら、こうやって撮って少しずつこうやって投稿してるんですが、それとですね、歩きながら実は何か発見ができないかなというふうに思っています。近くの環境ですね、この隅田川沿いにある環境がどういうふうに変化をしていくか、あるいはどういうふうな発見があるだろうか、ゴミがあったり、ザリガニがいたり、いろんな人が歩いていたり、そういうのも発見しながらこの町の変化を見ていきたいというふうに思っています。その人だけじゃなくてエイジングする町探訪記っていうテーマで動画を撮って記録を撮っているので、旅行先に行ったらそういうテーマで記録を撮るんですが、日々私の住んでいる近くのエイジングする町の変化、エイジングする町探訪記の素材の一つにしていこうかなというふうに思っています。今日撮影しているのは iPhone の X ですね、10ですね。それでどこまで撮れるかということと、最近 Vlog カメラ、ZV-1 ですかね、ソニーの、それから GoPro もこういう歩きながら、撮ったりするために買ってるんですが、とりあえず手軽にこの朝のウォーキングは iPhone を使っています。これちょっとここを見せるんですが、最近ずっと工事をしていて一部歩けなくなっているところが多いんですけど、このようにですね、一度ここを走るんですが、前はここまでだったんですね。で、今この先から300メートルくらいですかね、遊歩道が延伸されます。で、あそこを先で止まっちゃうんですが、これがずっと行けるとまだ工事の様子が少し見えていますが、このコースの変化、あるいは面白いコース作りができるかなと思って期待をしています。ざっくりこういう私の朝の散歩コースを皆さんに紹介をしているところです。なかなかいいところですよ。
で信号がない、もちろん車も通らない。で足元はですね、山登りを想定しているので、雨でももちろん使えるような登山靴ですね。動画の中で島のように見えますが、隅田川を流れるゴミの塊ですね、まあ、草木と一緒になってゴミが混じって、多分雨でどっかに止まってたものが自然にまた流れ出したというふうに思います。はい、ちょっと隅田川の先ほど撮ったところの対岸に来ています。でこの上には首都高が走っていまして、ちょっとこの雑音がたくさん入っていると思います。先ほど対岸ですね、向こうから橋を渡ってこっちに来て、首都高の下をこう歩きながら、またこの帰り道を歩いています。でこの下にももう一つ遊歩道があるので、上を行ったり上と下を行ったり来たり、その散歩のコースを選ぶときに結構重要なのが、90分も歩くので途中にトイレを確保するということなんですね。で朝起きてだいたい 200cc の水分を取ってからスタートするんですが、やっぱり途中でトイレに行きたくなるですね。ですから、まあ、このコースには2カ所実はトイレがあります。でこういう公園の、まあ、公衆トイレですね。ここはなんて公園だったかな。で非常にここにトイレがあるので必ず使うようにしています。はい、で今隅田川沿いを歩いてきましたが、ここは実はもうこっちに来ると荒川なんですね。でここからそうですね、2、3キロ行くと荒川が隅田川と分流する、岩淵水門というのがあって、そこから、まあ、こちら側の隅田川で、これがトイレですね。でこちら側が荒川というふうに、結構近い距離の中に2つの川が流れていて、まあ、ここから少し離れて、コースを変えてそれぞれ、まあ、東京湾に出るという感じです。荒川も今河川敷の工事をして、またその災害対策用と、まあ、住民の憩いの場、健康の場に変わっていくんじゃないかというふうに思っています。でここに首都高があって、で荒川があります。はい、公園のトイレを借りてこれからまた歩き始めますが、こちらは隅田川にいています。隅田川のこの土手の遊歩道と、この下に降りて、まあ、川の高さと一緒な遊歩道、この2つがありまして、この土手に降ります。でこの階段を登ったり降りたりすると、まあ、結構トレーニングに負荷がかかって、山登りの体力ができるかなと思って、まあ、時間があるときはできるだけ登ったり降りたりを繰り返している。これが下の歩道ですね。これただ今まで梅雨だったので結構雨が降ると、この土手に溜まった水がこのこちら側の遊歩道に流れてくるので、今も少しその痕跡が先に見えますよね。でスリップしてしまう、転倒してしまう方をたまに見かけます。まあ、そういうのもあってですね、私は登山靴で歩いています。その山登り の体力を作る、それから履き慣らすと、まあ、もちろん今履いているのは十分履き慣らした登山靴なんですが、まあ、登山靴で歩く体力を作るということで、ウォーキング用に登山靴を使っています。でこれが隅田川の川の表面ですね。僕この風景が好きなんですが、ここに大きな団地があります。で今日もそんなに風がありませんが、まあ、若干あるのでこの川の流れが揺らいでいますが、こういうふうに水面に映った人の暮らしがですね、非常になんかこういいなというふうに思って
いるところですね。はい、まあ、東京の中の作られた自然で、そこのリバーサイドに住む人たちの風景をこの川に映ったこういう情景を見ながら、まあ、いろいろ思いを寄せる、思いを馳せる、で散歩を楽しむという感じですね。はい、また歩きます。この iPhone はその手ぶれ補正がないので、できるだけ歩きながらじゃなくて、こう止まって撮影をしたいと思いますが、この下の遊歩道を歩いていて、上を歩いている人たちの方が多いですね。今日は天気がいいせいか、いつもより多くの人が散歩したりジョギングをしたりしています。でもちろんここを通勤路で使っている人たちもいて、たまに自転車が通るんですが、今私が歩いている下の道は自転車が実は通行禁止なんですが、たまにいらっしゃるんですね、ここを自転車で滑走する人たちが。これはちょっとやめてほしいかなと思うんですが、上は結構自転車で通行している人がおります。はい、これは半分コースを終えて家に向かっているということですね。この河川敷にあるこういう植物、花を楽しむというのも一つの目的になっていいですよね。ちょっとなんていう植物かお花かが分かりませんけど、後で調べてみます。これを調べるソフトも入っているので、名前くらい覚えておきましょう。まあ、こんな感じで結構上流からいろんなものが流れてきますね。これも、木かな、木が上流から流れてくるわけですね。で、隅田川の、源流は秩父山の拳岳になっていて、先ほど申し上げたようにこの先で岩淵水門で荒川から隅田川が、まあ、分離されてくるわけですね。ですから、その上流の変化をこの下流の東京の北区の中で、まあ、確認ができるといいますか、推定することができる、まあ、それも一つの楽しみですね。上流で何が起きているんだろうというような感じですね。まあ、結構カモもいます。こんな感じで上の土手からずっと続いてた雨がここを通ってこう遊歩道を濡らすんですね。まあ、こんな感じです。これが結構ね、軽くぬめりがあって苔が生えていて転んじゃうわけです。なんかうまいこと設計ができないのかなというふうに、せっかくこう遊歩道があるのにこういう水が出て濡れてスリップするというよりも、中にパイプかなんかで直接こっちの隅田川に流れるような設計ができるのかできないのか分かりませんけど、まあ、そういう意味でこの上の遊歩道にはそういうものがないので、濡れてることが少ないので歩きやすい、走りやすいですね。だから、まあ、あまりこう下を歩いていないのかもしれません。河川敷にはこういう、まあ、遊歩道、土手と川をつなぐワンドというものを作ってあるようです。でこれもそれの一つだと思いますが、要はこう川べりの自然を維持するために、まあ、こういう緩衝帯を設けているんですね。で、まあ、ここで水辺に暮らす、動植物が、まあ、育つという形でしょうけど、残念ながら少しこういう人の生活として営みとして残念な風景ですが、ここにやっぱりゴミも溜まっちゃうんですね。まあこれ誰の責任で掃除をするのか分かりませんけど、まあ、今度一度ここに来て掃除しようというふうに、まあ、考えながらいつもここを通っていますが、なかなか実現しません。ワンドですね。ワンというのは東京湾の湾に、ところですか、処分するの処という書いてワンドというふうにどっかに説明書きがありました。
誰かがここに捨てたというよりも、ここに、まあ、どっかで捨てたんでしょうけど、ここに捨てたというよりも、どっかに捨てられたものが川の流れに沿ってこう流れてきて、このワンドにこういうふうにゴミが滞留しちゃうんだと思うんですね。やっぱりこのプラスチック系ですか、水に溶けないそういうものが多いです。でちょっと今映っているかどうか分かりませんが、そこにザリガニがたくさんいるんですね。これが先ほど紹介したワンドのその植物を、まあ、刈り取った、まあ、そういう姿です。まあ、どっちの姿が適正なのかちょっと私の方では分かりませんけど、まあこういうふうに草を刈り取ってみると、まあゴミも取りやすいし、ただ生物がここで暮らしやすいかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、ちょっと見えますかね、ああいうふうにザリガニがたくさんいてここで暮らしてるわけですよね。たくさんいるんですよここ。はい、これが私の大事な筋トレのマシンですね。まあ、児童公園に置かれている、まあ、子どもの遊び場を上手に使って筋トレをしています。まあ、結構工夫をすればいろいろ使い勝手がいいかな。懸垂というよりもこの自分をこう引っ張り上げる、そういう筋トレっていうのは以前、まあ、山に行って、まあ、そういう行為が多いですね。あのロープで自分をこう支えて引き上げる、まあ、そのために始めたトレーニングなんですが、今は残念ながら山に行ってません。ロッククライミングもやってないし、ちょっと冬山に行く機会もありません。ただしそういう体力は残しておきたいし、またもちろん行きたいなというふうに思っているので、こういう筋トレを少し加えてスクワットしながら、まあ、この公園で、まあ、来年羊蹄山に行きたいなと思っているので、羊蹄山に行ける体力を養っているというところです。ただし、まあ、ロープを持ってロッククライミングするわけじゃないんですけどね、まあ、あの上腕って言いますか、あの体を鍛えていたいなというふうに思っています。ね、東京と足立区と北区を結ぶ新田橋なんですが、ここにもう一つ別の橋を作ってるんですね。まだ使われていないんですけど、この橋は何のために作ってるんだろう。今救急車が通っていますが、まあ、この河川敷のこういうところがまだ工事中なんですね。本当はここを抜けていくとすっきり散歩道に向かえるんですが、今工事をしている。これが完成すると、ただこれ完成するのがずいぶん先ですね。令和6年、あ、ずいぶん先だな。4年後。じゃあもう少し遠回りをしましょう。はい、ということで、私の1ヶ月前から始めた隅田川リバーサイドの遊歩道の、まあ、散歩のご紹介をさせていただきました。まあ、iPhone といいますか、スマホは最近このカメラ機能、ビデオも含めて非常に優秀なので、
他の一眼レフとかいうのもあるんですが、散歩道に使えるようにちょっと工夫していきたいというふうに思います。でこの散歩中にですね、マスクをしている人は大体ね1割から2割くらい、走ってる人でもマスクをしている人がいるんですが、まあ、たまに通るコースで、まあ、人が近くに寄ってきたりですね、まあ、そういう場合もあるので、まあ、常にこういうマスクを持参しながら、ウォーキングをしていますが、歩いている時はどうしても息が苦しくなるので、周りに人がいなければマスクなしで歩いています、まあ、無酸素運動みたいになるので結構つらいわけですよね。ただしこういう、こう自宅の中に入ってくると人とすれ違うので、まあ、ここからはちょっとマスクをして帰ります。またお会いしましょう。